ここも外ライトへ、さあマーティンはどうか、回しているバックホーム来る、マーティン強肩帰ってきました、ストライク返球、守り切りました千葉ロッテマリーンズ。小島の勝ち投手権利は変わりません。しかしジャイアンツ迫ってきました、一気に4点を返して5対4。さあ今度はロッテのラッキーセブンです。次が3球目、スライダー、あと挟まれた柿沼、ここはロッテにミスが出ます、タッチアウト。初球はライトに持っていって自身取ったか、取りました、両手で掴み取った、マーティン好プレー、よく取りました、今日は再三マーティンが救ってくれました。再び伏見は外要求、ちょっと中へ入って、一塁線入っています、三塁ランナー帰ってくる、一塁ランナー初木は二塁を蹴って三塁へ行く、三塁も回った回った、タッチプレーはアウトになります。では、まあ、優勝はねオリックスがしましたけど、福田の打球はセンター初木のナイスキャッチ、いい守備を見せました初木、そうですね、スタートも良かったですね、そうですね、はい、脚力もありますね、いい打球センターに打ち返して打球が伸びる、初木が追う、ナイスキャッチ、ボールが半分ほど出ていました、初木のナイスキャッチ。今のはすごいですね、先ほどのイニング4番杉本のこのセンター後方を襲う打球、抜けるかというところ、ジャンプ一番ギリギリ、いや野田さん思わず本当声出ますよね、いっぱいいっぱいですもんね、ジャンプのタイミングといいね、そうですね、半分見えてる、はい、いやいやスーパープレーです ね、はい、杉本もね思わずナイスキャッチで称えてますね、本当いつですね、そうですよね、ここは打たされた形、セカンド初木足が速いが間に合いました、アウトです。 T 岡田も今ねよくすくい上げましたね、ナイスですね、はい、俊足の初木、そして同学年足立 T 岡田の流した打球レフト線入りました、フェアです、宇草は一塁を蹴って大きくオーバーランしたところでストップします。俊足のうぐさではありますが、今のシングルヒット、この回先頭の小園、セカンドへのゴロ、ちょっとバウンド難しいところではありましたが、さすが名手足立、うまく合わせてワンアウト。ピッチャー返し、今見回り込んで一塁転送、一塁もアウト、打ち取りました、今宮二塁へ送る、アウトが一つでした。まあしかしよくあれを取ってアウトにします、取ってからの後の送球ですよね、はい、無駄がないですし、